Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Venus de Milo, who has been supposed Aphrodite, a woman. First of all, I quote here Wikipedia, which write about Hermaphroditus as follows. Hermaphroditus was a god of hermaphrodite and of effeminate men. He was numbered amongst the winged love gods known as Eros. Hermaphroditus was the son of Hermes and Aphrodite, the gods of male and female sexuality. Some say he was once a handsome youth who attracted the love of a naiad nymph named Salmakis. She prayed to be united with him forever, and a god, in answer to her prayer, merged their two forms into one. At the same time, her spleen acquired the property of making men who bathe in the waters soft and effeminate. Venus in Milo is one of the statues. That is to say that Venus in Milo is a man, not a woman. ミロのヴィーナスには男性器がありました。つまり、ミロのヴィーナスと呼ばれている女性は女性ではなく、つまり一般的にヴィーナスと呼ばれているアフロディティではなく、その息子のハーマフロディティスでした。という話です。ハーマフロディティスはヘルメスとアフロディティの息子として生まれます。つまり男。そのハーマフロディティスが途中で肉体だけは断根を残したまま女性化します。ギリシャ神話によれば別の妖精と合体し、そして両性具有になったと言われています。それがミロのヴィーナスと現在呼ばれています。ルーブル博物館に展示してあります。そのルーブル博物館へ友人のセリ・キムラさんがおととい出向き、ミロのヴィーナスの写真を送ってくださいました。ベルガマで見つかったハーマフロディスの写真と同じ角度で撮ってほしいと私がお願いしたからです。おかげで今までよりさらに詳しくその両者を照合することができました。今皆さんにご覧いただいているのがそれです。判断は皆さん自身でしてください。既存の学説や説明がいかに陳腐で歪められているか、あなた自身にも理解していただけるものと思います。なお、この発見は同じく友人のミリリュウさんによってなされたものです。どなたもアイデアの東洋流用転用はできませんので、また文書化することはできませんので、ご留意ください。で、こうして並べてみますとですね、両性具有、ハーマフロディツっていうのがどういうものであるかということを皆さんにも分かっていただけると思います。実は、ギリシャ彫刻と言われている彫刻には、こうした像が、何体か残されているということですね。左がベルガマ、トルコのベルガマで見つかったハーマフロディティスです。その断根の跡が残っています。そして同じような像がいくつか見つかっています。ハーマフロディティスですね。そしてその流れの中に、ミロのヴィーナスがあるというわけです。これはヴィーナス、すなわちアフロディティではありませんね。ハーマフロディティスです。左のがその証拠ということになります。立派なものを持っていらっしゃいます。しっかりとご覧ください。しっかりと脳裏に焼き付けてください。皆さんの常識がいかに当てにならないものかということが分かっていただけるものと思います。そしてこうして並べてみますと共通点があります。まずこの頭を見てください。同じ頭をしています。似たような頭ですね。そして腰巻きですね。同じです。そしてミロのヴィーナスも同じ腰巻きを持っています。いかがですか？そして、一番右と一番左の、頭は同じですね。右がミロのヴィーナス、一番左がベルガマで見つかったハーマフロディティスです。ということで続くビデオをご覧ください。それでは皆さんの常識を変えましょう！ということで、Bye for now!本論に入る前に242号を紹介します。2013年の3月、もうすでに2年半以上も前に作ったビデオです。このビデオの中で私はもう一人のヴィーナス像を紹介します。
ナポリのヴィーナスと呼ばれている像です。まあ、そのミロのヴィーナスと言われている像とですね、ナポリのヴィーナスと呼ばれている像は、まあ同じと言いますか、酷似しています。それを皆さんに分かっていただきたいので、続くビデオを紹介する前に、まあ、ちょっと回り道をします。左がミロのヴィーナスと呼ばれている、まあ像ですね。そして、全く同じ像が実は、残ってるんですね。それが、ナポリのヴィーナスと呼ばれている像です。このナポリのヴィーナスという像はですね、実は、ギリシャで見つかった、まあ、銅像のコピーだと言われています。まあ、要するにローマンコピーということになるわけですね。しかし、元の像は消失しているわけですね。ですから現在、私たちがナポリのヴィーナスと呼んでいる像は、そのコピーということになります。しかし、ここで妙なことが起きるわけですね。ミロのヴィーナスは紀元前230年頃に作られたものだと言われています。しかし、ナポリのヴィーナスの元の像は、すなわちギリシャ像はですね、紀元前330年頃に作られたものだと言われています。つまり、その間に100年という、まあ、年月が流れているわけですね。そして作られたのが今ご覧いただいています、ナポリのヴィーナスです。まあ、同じというか、ほんのわずかだけ時間差を置いてデータベースが取られていますから、部分的には違います。例えば、足が出ていますね。布の下から、ナポリのヴィーナスは出ています。そして、ほんの少しですけども、動きがあるということですね。まあ、これは私の、まあ、ギリシャ彫刻は、3D、プロターか、まあ、プリンティングかわかりませんけども、そうした、高度な、コンピューター技術を使って彫られたものだという、まあ、根拠の一つにもなっています。左は大理石です。で、現在、ナポリの、ヴィーナスですはですね、これは、もう大理石です。もう一度、年代を確認してください。左は、紀元前130年ですね。ごめんなさい。先ほどちょっと間違えました。そして、右の、ナポリのヴィーナスは330年から320年に作られたものを、それをコピーしたものだと言われています。まあ、そのものではありませんけどもね。まあ、両方とも、まあ、大理石だということですね。で、右の像の元々は銅像であったと言われています。まあ、その銅像は消失って、まあ、ウィキペディアによれば消失しているということになっています。で、ここに王冠を被っていますね。まあ、アフロディティだということです。すなわち、まあ、アフロディティじゃありません。ごめんなさい。ハーマフロディティスですね。まあ、アフロディティの息子です。で、まあ、髪の毛はですね、これはギリシャ彫刻の常ですけども、データベースを貼り付けて同じようなものを作ってあるということですね。まあ、ここまで同じに作ったんなら、髪の毛を作ることはそう大した努力がなくても、まあ、できるわけですけども、どういうわけだか、ギリシャ彫刻は皆さんも精査してみてください。なぜ髪の毛だけは違うか。すなわち、髪の毛だけはですね、まあ、写真データを撮っても、それをそのまま彫刻することができないわけですね。細すぎますから。それは現在の彫刻、まずか 3D プロッターを使った彫刻技術でも同じことがなされています。よく似てるけども、似て非なりですね。が、しかし、他の部分は全く同じなんですね。が、しかし、まあ、上のミロのヴィーナス、皆さんお気づきですか？ほんのわずかですけども、喉仏が、まあ、ほんのわずかですけども、いわゆる表現されてますね。そして乳首。左のミロのヴィーナスって言われている像の乳首は壊れています。まあ、破壊されているということですね。ですから、まあ、乳首がないという状態です。まあ、要するにこの肩のコンセプト。それで奇妙なことに同じところにね、同じような継ぎ目があるということです。ここまで同じなんですよ。まあ、そういった、ことも考え合わせて、いわゆるその、まあ、今下になりましたけども、ナポリのヴィーナスと、そしてミロのヴィーナスを比較してみてください。まあ、こうした、まあ、謎がですね、実はもう、謎がてかというか事実はすでに分かってるわけですよね。まあこうして照合したのは林博氏が初めてですけども、とにかくこうして比べてみますと腰の微妙なラインも同じだということです。まあ現在右の方はミロのヴィーナスと照合した人は私が照合する以前には誰もいませんでした。でまあこうして私がまあ見つけて発見したってことになるわけですね。まあ自慢たらしいですけども、まあお聞きください。そしてこの腰巻きのまあライン。それからこのヴィーナスラインもそうですね。全く同じなんです。ただ、足だけが出てるか出てないかとか、まあ、微妙な時間差が置いて作られたということは、まあ、わかります。ですから、まあ、私がミロのヴィーナスと呼んでるヴィーナス像はですね、やはりこのようなポーズをしていたものと思われます。この腰の左のラインを見てください。ここがまあ一つのポイントになりますね。極めて微妙なラインまで同じだということです。三次元でこのような同じラインを表現するということはですね、手彫りでは私は不可能だと考えています。
たまたま側面ですからね、こうして比較できるんですけども、側面から見て、このような同じようなラインになるように、まあ、彫刻していくことはですね、まあ、彫刻師の目は逆に言いますと左から見てますからね、不可能だということです。そして、まあ、下の、まあ、ナポリのヴィーナスの方は、まあ、まあ、腰巻きをちょっと手で握ってますね。しかし、それ以外は、同じというか、ややこのなってますか、丸見ていけば、ぼかしが入っているということですね。わかりやすく言えば。まあ、そういった違いはありますけども、同じで。この足を見てください。足の出方が違いますでしょ？右の方は足が出てますね。いわゆる時間差を置いてデータを取ったということになるわけです。で、下の方は、紀元前330年に作られたものだということですね。それから、200年後に、上の、私たちがミロのヴィーナスと呼んでいる像ができたということです。こうした、まあ、トリックがですね、ギリシャ彫刻、そしてローマンコピーにはあるわけです。そして下は、ローマンコピーだと言われている。そして元の像は、消失したと。ここがおかしいわけですね。まあ、それについてのビデオは別のところで作りましたし、説明しましたので、ここではしませんけども、まあ、そういった謎が満ち溢れている。そして、ギリシャ彫刻と言われている彫刻、あれほどたくさんあったはずなのに、彫刻刀が一つも見つかってないんですね。ですから、青銅器で大理石を掘ることは不可能ですから、鉄製の、まあ、彫刻刀を使っていたものと思われるというふうに、まあ、彫刻刀の歴史の、まあ、はそういうふうになっています。そして、現在、ギリシャ彫刻というのはほとんどがローマへ持ってこられてローマンコピーとなりました。そして元のギリシャ彫刻はほとんどが消失しているとウィキペディアにははっきりと書いてあります。ここがおかしいわけです。元の原本がなくなってしまって、現在私たちがギリシャ彫刻と呼ばれているものはほとんどがコピーなんですね。ただ、時々、左のミロのヴィーナスのような、まあ、奇妙な、いわゆるオーパーツ中のオーパーツと言われているような像が、まあ、ギリシャに残っていて、それが時々見つかっているわけですね。そして、このミロのヴィーナスの皮膚は、卵の殻が割れるかのように表面が割れています。大理石では私はないと確信しています。まあ、それについてのビデオもすでに作りましたので、そちらを、まあ、興味のある方は、どうかご覧になってください。まあ、これら二つの像の類似性をどのように皆さんが判断なさるかということですね。ということで、まあ、このビデオはありますけども、続くビデオの中で、皆男であったという話をします。まあ、皆さんの常識、も私も含めてですけども、変えるには、まあ、楽しい話ということになります。それでは、Bye for now!